さあゼッケン9番をつけます。復活しましたシード織戸学、はい、さあいい速度で振りを入れて、はい、スピード十分、いいとこ来た、スーッと確保、いける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 のか、いけるのか、この角度のまま、この角度のまま持ってった。さあ織戸学ミラクルの走り、このすごい走りを見せた。100点出た、織戸学の100点、トリプルです。300点、なんだ今の、織戸学トップ。では300点満点の走りをオンボードで見てみよう。川端の走りを研究しまくりまして、生まれて初めてやってみました。よかった。続いてはゼッケン8番高山健二、スピードは十分で入ってきた。さあそこからスーッと伸ばしてくる、スーッと伸ばしてくる。さあここは綺麗に持ってったぞ。ここは高山らしいうまさを見せた。高山のうまさが持ってったぞ。この辺はうまくまとめてきた。続いては斉藤大吾の走り、どういう速度が出るか、そしてどういう得点が出るかどうか。あれ、あ、なんか直線、ちょっと直線のスピードがちょっと伸びきってないぞ。遅いな、エンジンかな、ストレート遅いよ。あ、エンジン的にパワーがないぞ、これまたしても富士に続きエンジントラブルか。さあ日々のドライの走りを見せつけたいところです。どうだ、スーッと伸ばしてくるが、この辺はなんとかは持っていきました。高得点が出る走りではなかったと思います。さあ続いては小口、ストレートを一気に加速、いいスピードで飛び込んできます。スーッといい角度で、これは綺麗に持ってった、これは綺麗に持ってった。過去最速 199.6 キロ、もうほぼ200キロ、小口決めた。さあ100点獲得回数1番のこの男、どういう走りを見せるのか。まずスーッと綺麗にスピードと角度を持って入ってきた。さあどうでしょうか、この辺の角度をつけて、さらに角度をつけた状態で持っていく。この辺はうまさがありますが迫力はなかったですね。1本目でボーダーラインをクリアした川端が勝負に出る。さあさらなる走り、もしくは100点狙ってくるかどうか、100点男だ。狙ってきた、アクセル全開からクラッチ蹴りで一気に角度をつけたマシンはそのままバックオーライ。90度以上の無謀ともいえる決進入だが、これこそがロイイズムの DNA なのだ。さあゼッケン3番です、野村健の登場です。さあスピードを乗せてロングで来たぞ。さあギリギリのところを持ってくるぞ。さあどうだ、ちょっと一瞬角度が戻りそうな状態にはなりましたけれども、いいラインを持っていきました。完璧ではないんですが、きっちりと抑えてきたというところでしょう。さあというところでゼッケン2番をつける末永雅、どういう走りを見せるのか。まずはストレート、前回から振ってくる。さあ綺麗な、やばいぞやばいぞやばいぞ、なんとダメだ、ゼッケン2番が消えた、ゼッケン2番がここで消えた。今年のシリーズチャンピオンを狙う男が痛い落としだ。末永悔やみきれない取りこぼし。あ、やっぱ路面コンディションとかが刻々と変わる中で、やっぱ合わせきれなかったっていうのがでかいのかなと思いますね。Here he comes, Yoji Imamura。 堂々たるゼッケン1番今村陽一。さあどういう走りを見せるのかどうか、きっちりと組んで、いやこの辺はうまくまとめてくるぞ、この辺は点を取りに来るぞ。さあミスのない走り、さすが王者今村。
さあというところで16名ベスト16人に決定、あれにあれたこの岡山トライでの1回戦は終了ということになりました。